闇の中に浮かんだ途切れたビジョン目の前。ふぅー、はい、始まりました、日刊マインクラフトの時間でございます。わーい、今回も元気にやってまいりましょう。私が FB37 です。スウェーデンからやってきてない男、キックマーク2です。ハルマオットです。ユウです。さあ、前回ですね、アロマがまさかの死亡ということでですね、我々3人でですね、準備の方を整えましたので、今回はですね、トカルトの世界を、探検していきたいと思います。でもその前に、アロマよ、実はキックンがアロマの見舞いのためにとあるものを作ってくれたんだぞ。そういえばそうだった。こっち来てみ、ほら。俺の予想は、で、いや、一瞬は笑ってくれる気がする。俺もそう思うな。それタイプか、信じてる、あいつ。眠ってる。どう、これお前の墓だぞ。火つけたろ。これはやっぱり受けるもんな、これはな。これ受けるね。これは受ける、力作だもん、これ。これやばいわ。なんかデザインセンス完璧だから。ああ絶妙におかしいのが受けるもん、なんか。さあ、というわけで、じゃあトカルトにまた行きましょう。さあ、じゃあ集まったな。次はそうだな、あとね、おそらくだけど2箇所未確認物体があるんですよ。まず一つは、蟻塚その2。こっちやね。あ、山の上じゃねえかな。いや違う、そこだ。そこや、そこ。すぐそこ、サンクスだ。あれもう攻略してるんじゃないそれ。ここ行ったっけ。こっから、ここ城の入り口じゃん。ああ、そういうことか。ただここ自体は城に行くために行ってるだけであって上まで行ってないよね。じゃあここの上まで攻略しようか。ここって結構初期に来たよね。そう、結構初期に来て、まあトカルト大橋があるんですよ。そこに繋がるまでの道は多分攻略してるけど、それ以上は何もやってないはず。そっから射程がもう出てる。早くない？ここで来られたらもうおしまいだろ。あれ、これどうなってんだ。ね、こっちの方から一応登れるはず。あ、そう、そっちがあったんだ。ああ、ここ止めてーなー。いや、でも止めれねえな、上だから。そこでだいぶ削られるのめっちゃ嫌なんだけど。嫌だね。まあ一瞬なら。とりあえず上行って止めるしかないね。お前らちょっとじゃあ、よし、止めてこい。先に進んでくれ。行ければいいんだけど。暗は見えない。暗いねえ。ちなみに今日はヤオヨさん剣士で来たので僕らの回復はありません。うわー、やべえ、切ったか。これカワウソだと思います。僕ら自分の回復は自分でしよう。いって、やべえ、やべえ、射程、射程か、これガンダム対戦始まった。はあ、しまった、ガンダム対戦始まった。これちょっとやべえ。しかも恐るべきことで俺弓矢忘れた。恐るべき子供たちだ。帰る。持ってるわけがない。帰る。狩人なのに弓矢忘れるって、どういうこと？でも本物の狩人もそういうことあるんじゃない？わかんないけど。上まで来たか。特になんもないな。結構上行ってる？てっぺん取ったね。あ、本当に。スズラン。じゃあそこはそんなに、本当にトカルト城に続いてるだけで。チェストとかも見当たらないな。もしかしたら下も行けるから下の方が深いのかね。よし、ヒーローは遅れて登場する。FB、剣山。やっと来た。上は何もなかったんだよね。何もない。奥やね、奥。奥じゃないな。この明かりの上だな、これ。松明を置かなきゃダメかも。置くんで、そこで壊してくれ。行くぞ。あ、あれ？あー、シーランタンの上多分置けねえんだ、松明。これダメだ。そう。止めれねえ。置けねえんだわ。止まるんじゃねえ、これ。止めてー、これ。あ、まあ、頑張って、いけなくもないな。こっちは多分行ってないな。あー、でも、チェスト1個あるだけだな、これ。あ、ほんとに？そこで終了？うん。
ここ誰か行ったな。ガラス板しか入ってないっす。行ったけど。誰だ、来たやつ。じゃあ、ついでだから、トカルト城までの道をちょっと整えよう。あそこまで行くのも結構大変だから、今のうちに。はしごを登り終えた後、明るい部屋を登り終え、明るい部屋がある。その後、明るい部屋が出た、直後、右に1マス分の幅の階段がある。そこを登ると金ブロックがあり、クラウディア探索用ピッケルなどで壊すことが可能。そこになんか、なかなか貴重なアイテムがあるっぽいな。多分ね、さっきの明るい部屋って、こっちのことだと思う。ここだろう、おそらく。あー、ここにも階段あるけど。お。あ、金ブロックある。あー、そこだー。お。これだ。ただ、こいつは壊せないんだなー。せっかくでもこれ見つけたんだから、ちょっと壊してな。買ってきて。お願いします。じゃあ、お前ら大橋の探索を頼むぜ。スポーンブロックはとりあえずないなー。壊したんだっけ序盤の方って。あー、もう結構壊したよ。でも、その大橋めっちゃ長いから。終盤は壊してない。なんとか城までの道のりを確保してほしい。あ、いた。で、来た。うわ、こいつ、無理だ。落ちてった、海に。またですか？じゃあ、もうシャッテが、吹き飛ばしてきたんで。いやいや、言い訳にならないでしょ、そんなのも。いや、言い訳ですよ。どうしようもないですよ、これ。うわ、アイテム転がってる、まだ。あ、違う、俺のアイテムか、これ。あ、でも俺、遥か昔、そこら辺で死んだことある。戦士、せめてノックバック抵抗がある技とかあればよかったんだけどね。一応、ノックバック抵抗、つけれるよ。あ、そうなの？え？自分だけだけど。あー、これ、次のノックバックを軽減するって書いてるな。あー、なるほどね。1回か。1回か、厳しいな、それだと。うわー、それはきついな。あー、あと、もう一つノックバック抵抗。高反発枕、利き手に持てば、ノックバックしなくなるよ。いや、利き手じゃなぁ。利き手かぁ。どうも、枕入さん、こんにちは。あと、高反発枕が64個あれば、頭に装備した時にノックバック抵抗を得られる。頭はきつくないですか？安眠枕得られるよ。ちなみに、欲しいなぁ。高反発枕64個必要だから、ですね、エンダーパール、2×8×64 スタック必要です。夢考えるのや。間に合わなかった。やばい、味方がどんどん殺されてる。やっぱやべえな、そこ。そこでそんなやべえんだからさ。中入ったらもっともっとやばいってことですよね。いやー、まあ、中の方がある意味いいかもしれん。そうだよ、吹っ飛ばされるから。うん、ああ、吹っ飛ばしがやばいね、やっぱ。吹っ飛ばしでもう場外飛ばされたら終了だから。ああ。今どこにいるんですか、みんな。僕今、まだクラウディアのピッケルを取りに行ってますよ。これ、さすがに一発いくの無理じゃない？あ、そっか、普通に戻りんだ。バカだな、のび太くんは。ドラえもん。のび太くんどうしたんだい。ドラえもん。毎月、家賃が、銀行口座から差し引か、引かれる。大丈夫、のび太くん。うわ、なんじゃこりゃ。しずかちゃんの声が聞こえた。のび太さん。どうしたですか？変なババアが来たの。てめえのようなババアがいる。ババアゾーンとアウターゾーンはどっちがエロいの？アウターゾーンだろ。そこはボケて欲しかったんだけど。まあそこはババアゾーンって言って、すげえ趣味だな、みたいなノリで行きたかったんだ。いや、アウターゾーンだ。アウターゾーン。アウターゾーンだ。マジレス。マジレス、オツ。そんなの誰でも知ってる。いや、残念ながら多分アウターゾーンもう知らないですみんな。古すぎます。相当古いでしょ。30年ぐらい前です。俺らの世代でもなくないそれ。そうだっけ。無理です。橋の状況はどう？行ってない。
何してんの？待ってる。誰を？あなたを。だって死ぬもんこれ。いやいや、俺がいても死ぬは死ぬだろ、知らんけど。全員でかかった方がいい。来たでー。もう来た？こんだけ手間かかって手に入るアイテムだから、なかなかいいアイテムなんちゃうの？こっちですね。こっちです。あ、で、まあ、ここですね。よし。じゃあ、とうとうこの開かずの間を開けるぞ。おー、いけるいけるいける。おー、あれ？これは。あ、しかもこれ必要かよ。印判かよ。印判か。頼む。あ、いや、アルマ、ちょっと待って。横から行けんじゃん、これ。あ、アルマ、行かなくて大丈夫だ。行けたわ。うわー。出たー。イエーイ。いいでー。よし、開けるぞ。頑丈なドアは周りを削れば行ける。来ました、デストロイヤーデストロイヤー。デストロイヤー。なるほど。俺、初めて見るけど、そんなにいいアイテムか、でも。あんまそうは見えない、ね。あんまそうは見えないけどな。いや、強いんじゃない？え、武器？武器だね。それだけ？これだけです。え、それだけ？ああ。え、これだけ？うん、これだけだよ。え、それだけ？うん、これだけ。え、これだ。よーし、じゃあ、トカルト城への道、確保。トカルト大橋、攻略開始だ。よし。うん、どこら辺からヤバくなる？もうちょっと先。あ、まだあの射程湧きました、今。しかも射程明らかにさ、道から湧いてないよね。どっかから湧いてるよな。まあ、どっか違うとこにあるんでしょう。そうやね。射程来るぞ。射程来た？うわ、あっちだ。これはもうダメじゃ。間に合うか。あれ？エオエオ落ちてんだ。あれ？エオエオでしょ。え？あの遠くにいるのエオエちゃうのあれ？私ですね。エオエが脱落したぞ。うわあ、ガンダム対戦だ。うわあ、ガンダム対戦始まった。うえ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 。おバカ。いやーこいつも残像だ。残像多すぎるだろ。ここはどこー？ここノックバック体制マジで 100% にしていかないと無理じゃないかな。あれってかそもそもノックバックか。違うような気もすんな。え？なんか違う気がする。浮かしてるよね。ジャンプさせてるみたいな。なんか浮かすっていうか瞬間移動みたいなのさせられる。わからないけど。だからもう手段としては速攻でもう速度上がるようなアイテムでもう駆け抜けなきゃダメなんだろうな。相手にしちゃダメなんじゃない？まあスルーすんのはいいかもしれんね。ああ帰りたいけど帰れない。そう、アルマそこから帰ると結構大変だから頑張れ。うっ、おサーバルちゃん。すごくない？トカルト城に行くだけでもみんなヒーヒー言ってるというこの現状。あれが、あれはどういうこっちゃね。これはエンダーマンの盾作る。エンダーマンの盾は早すぎです。ちょっと早すぎて多分落ちるで。あれ無理かな。さすが落ちた人の言うことは違う。さすがに早すぎると思う。当たる。ああ経験者は。なぶれ。お、なんか行き止まり、行き止まりかこれ。アロマ、この室内みたいなところってさ、ここどこら辺？全然まだ序盤にだね。マジで俺ここまで来たのも初めてやぞ。ジョバンニが一晩でやってくれる。ジョバンニそこまで行ったわ。いやこいつマジ本体がわかんねえんだよ。これか本体。どれが敵なんだ。よし今当たったろ。こいつか。どれがマダンの射程。おい来い、この野郎、おいこの野郎、この野郎、てめえかこの野郎、ほらこの野郎。ダンカンこの野郎。ダンカンこの野郎。よしダンカン。あ、こいつか、こいつ、こいつ、表しよったの、とうとう、正体は、てめえか。てめえ、この、よくもやってくれたよ、これ。やった、倒した。そうなんすよ、あいつ。希望を抱きしめて。
MSS プロジェクトの動画をご覧いただき誠にありがとうございます。MSSP はですね、YouTube そしてニコニコ動画にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方をお願いできれば何よりでございます。チャンネル登録ボタンの方はですね、こちらとか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 、こちらにありますので、ぜひご登録の方をお願いできれば何よりでございます。あとですね、下の方にですね、概要欄がございますので、そちらの方にですね、URL とかも、貼り付けてありますので、ぜひご登録の方をお願いできれば何よりでございます。何これ。